日常運動の食うたにようこそ。さて本日の運動はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。セブンイレブンで販売されていたスプラトゥーン3コラボ商品6品を食べたいと思います。生かしたバトルの開催はまだちょっと先ですけど、それに先駆けてセブンイレブンでコラボやってるんですね。これは美味しそうです。これらも生かしてるのかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの重量あるイカメンチカツバーガーから食べたいと思います。こんなハンバーガーでイカメンチって珍しい気がしますね。だめは、まあ単にカツが入ってるだけです。中はそんなに入ってない気もしますが、全部食べみればわかります、ね、それでは今回も全部食べてから最後に感想はいきます。最初に食べたイカメンチカツバーガーは中のイカのコリコリとした食感がふんわりとしたパンとよく合っていました。ただのイカフライなどとはまた違った味わいがあってよかったですね。あ、ソースなどはお好み焼きに近い和の味付けでした。続いて食べたこちらの生バリバトルカレー、まあビーフカレーとチキンカレーがそれぞれ塗られていて、それらを食べていくのですが、チキンの方は結構辛めで刺激的、ビーフの方は甘めで万人受けするような味でしたね。なのでカレーの好みはやはり分かれるかなと思います。一度に楽しめるのはいいのですが、辛いのは苦手、甘いのはちょっとという場合はいまいちかもしれません。いまいちいけてないボードになるかも。続いて食べたこちらのメロンパンカスタムブルーベリーは、ブルーベリー中に入っているブルーベリージャムの酸味がメロンパンの甘さとよく合っていて美味しく、さっぱりさせてくれましたね。生地は結構しっとりしている。上の方のブルーの部分からはあまり味は感じませんでしたね。続いてこちらのリンゴとマスカットの生バリバトルゼリー、こちらもリンゴとマスカット色でバトルしているわけですが、こちらもそこまで果汁の味は強くなかったですね。ただ食べてみたイメージではマスカットの方が若干強い酸味を感じることができました。ゼリーはさっぱりしているので、ちょっと活かした気分になりたい時にいいかもしれません。続いてこちらのふんわりドーナツデコシュガーは、本当に名前の通りふんわりとしたドーナツ生地の上に入っているちょっとカリッとしたデコレーションチョコレートが本当に活かしていました。このドーナツ生地の中にチョコとか練り込んでも美味しいかもしれませんね。最後に食べたいちごゼリーを塗ったイカス杏仁豆腐、杏仁豆腐のいちごソースは割と多いと思いますが、今回はゼリーなのでなんか食感も感じられて、これまでとは違った味わいを楽しめてとっても活かしていましたね。本当に活かすばかりってな今回ですが、今回食べた6品の中で一番活かしていたと思うのはこちらの揚げ揚げメンチカツバーガー。一番これがイカの風味を感じることができて美味しかったですね。まあ、他イカ料理なのはこれだけなんでしょうけど、やはり素材の味が一番生きてると思ったのが大きいです。というわけで今回はこちらのイカメンチカツバーガーを代表として5点とさせていただきます。はい、というわけで今回はセブンイレブンのスプラトゥーンコラボ商品6品を食べてきました。スプラ3も実況していきますので、そちらもよろしくお願いしますね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。
会いしましょう。